こんにちは、心理カウンセラーの高村です。仕事をやっていて陥りがちな認知の歪みというものがあります。認知というのは、要は物事に対する考え方というものですよね。心のフィルターというふうに言ってもいいかもしれません。その代表例としては、例えば自分は無能だというような思い込みがあったりします。これがもともと自分の中にあったりしますと、少し仕事のことで意見をされたり修正されると、ダメ人間というふうにレッテルを押されてしまったというぐらいに追い詰めてしまうということもあります。あるいはちょっと不機嫌という時に起きやすいのが、自分は嫌われ者とか、自分は人から愛されてないとか好まれてないというような思い込み、認知、ここにスイッチが入ってしまうということもあります。このどちらも非常に長引きますし、辛くなってしまって、場合によってはうつ病のリスクを上げるということすらあります。もしこういったことが状況を変えてもしょっちゅう感じるということであれば、これは自分自身の考え方の癖みたいなものの可能性ありますから、そこを見直していくということは自分自身の精神衛生のためにもすごくいいですし、むしろ仕事のパフォーマンスっていうのも上がっていくと思います。以上、お参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。